はい、志賀町役場からお伝えします。元日の地震で最大震度7を観測した志賀町、こちら役場の前の道路でもひび割れて隆起しているところや崩れ落ちている場所などが残り、その爪痕が今も残っています。そんな志賀町ではこれまでに4524棟の住宅の被害が確認されています。また現在1000人近い人が町内の避難所で生活をしているほか、町の半数にあたるおよそ4000戸で断水が続いています。今日は懸命な通水作業の様子を取材してきました。今日取材したのは志賀町役場から近い福野での通水作業。以上なしです。応援できている埼玉県水道局の職員が専用の機器を使って漏水のチェックをしていきます。その場でコンクリートをめくり地面を掘り下げて水道管を確認、修繕作業を行いました。近くの住宅では出ます。一月ぐらい出てなかったんで、こうやって出るとやっぱ水がいかに大切なんだなっていうのが改めて実感しますね。町内では依然として半数にあたるおよそ4000戸で断水が続いていますが、昨日1日で100戸以上の断水が解消するなど復旧に向け一歩一歩歩みを進めています。ではここからは志賀町の稲岡健太郎町長にお話伺っていきます。大変な中お時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまず発災から間もなく1ヶ月が経とうとしています。志賀町の今の課題をどう考えているか お伝えください。やはり一番の課題は断水の解消だと思っています。県や国にお願いして、日本中から今支援の方々に来ていただいて、少しずつですが着実に断水の解消に向けて進めていますが、さらに人員を増強してさらなるスピードアップを図っていきたいと、そう思っています。今日復旧の作業を見ていて、で現状としても 55% まで断水の解消が進んでいるということで、そのスピード感というのも感じるんですけれども、やはりここは一番力を入れているところでもあるんでしょうか。おっしゃる通りです。さらにスピードアップを図るためにさらなる増強をお願いしているところですが、まだまだご不便をおかけしている方たくさんおいでますので、なるべく早く断水を解消するようさらに努めてまいりたいと思っております。今日避難所でお話を伺う中で、水は通っているけれどもひびの入った家で過ごすのが怖くて夜は避難所で過ごすという方もいらっしゃいました。やはり生活再建、住宅への手当というところも気になるところなんですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。住民の皆さんがやはり断水の次に不安になっているのが住まいの心配、それも今広い地面を探して、そして安心な地面を探して県の方に提示して、応急の仮設住宅は県の事業でございますので、県の方に早く建てていただくようお願いしているところです。ありがとうございます。そして水道のところお話ちょっと戻るんですけれども、今2月末の復旧を目指しているということですが、このスピード感を持っていくともう少し早く復旧するという可能性もあるんですかね。あると思います。断言はできませんが、今本当に日本中からのご支援のおかげで思った以上に早く進んでいるなという印象です。ライフラインの復旧待ちわびていた方も多いかと思います。嬉しい知らせもある一方で、やはり志賀町というと気になるのが原発だと思います。今後再稼働した時にやはり地震が怖いというような意見も住民から出ていますけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか。さまざまな報道をなされていますが、町としましては国あるいは原子力規制委員会の方に科学的根拠に基づいた厳格な審査を進めていただいて、地域住民はもとより国民にその説明責任を果たしていただきますようお願いするだけかなと思っております。
町長選挙の時には原発の再稼働についてのお話もあったということなんですけれども、現状に関しては原発については今すぐ稼働というような話ではないということでしょうかね。今はその段階ではないかなと思っております。では今後これからさらなる復旧復興というところが求められてくると思いますけれども、復興に向けて町長から皆さんにメッセージをお願いいたします。先日長谷知事にご視察いただいたときにも、必ず力になるから何でも言ってほしいと大変力強いお言葉をいただきました。県や国、そして日本中の方々からのご支援をいただきながら、必ず皆様が住む場所、そして帰る場所を用意いたします。まだまだご不便をおかけするかもしれませんが、共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。稲岡町長自身も被災されている中でも大変貴重なお時間いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、志賀町から中継でお伝えしました。